はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。ということで今日もスプラトゥーンの実況をやっていこうかなっていう感じなんですけど、実は今日はですね、この実況動画、リアルタイムで実況しておりませんというか、後付け実況という形をとっておりますっていうのは、なんでかと言いますとですね、このまあ今回のルールガチアグラなんですけど、ガチアグラのステージがですね、かなり得意なステージが2つ出揃ったんですよ。ただ出揃った時間帯が早朝帯だったんで、ちょっとまあ喋れなかったっていうのがありましたんで、まあこんな感じで後付け実況をね、付けさせていただいたという感じですので、まあそこら辺ご了承いただきたいなというふうに思います。ということで、まあちょっと、まあある意味、第三者目線で、ちょっとうまく解説していけたらいいなっていう、そういう実況動画ですね。はい。じゃあまあそんな感じでやっていきたいと思いますけども、まあとりあえず、この試合、まあ一番最初に思ったことは、僕の味方残り3人全員ローラなんですね。ローラー3人なんですよ。プラス、まあ、僕のバブラスターっていう感じで、だいぶ塗りは弱いんですけど、まあ、逆に言うと、こう、接近戦はすごく強い、味方になってるので、まあ、どうにかうまく僕が、かく乱させていけれたらいいなっていうのを一番最初に、まあ、思ってます。で、結構味方がビーコン置きまくってくれてるんで、まあ、それをうまく使いながら、とにかくキルを取っていくってことを、まず念頭に置いてますね。はい。で、敵が結構ね、割かし中長距離な、デュアルスイーパー見えますし、下が多分寿司コラですよね。結構、そういう中長距離的な武器があるんで、まあそういうところ結構警戒しながらですね。はい。まあとりあえず38。あとホットブラスターもあったんですね。だいぶね、結構難しいんですよね。結構積極的にこう、矢倉を取っていかないといけないこう、布陣なので、そこら辺がなかなか攻めて難しいところ。まあ、強いて言うのであれば、結構味方のローラー3人が3人とも上手かったんで、だいぶありがたいかなっていうね。僕がそんなに乗ってなくてもね、うまく動いてくれたんで非常にありがたかったですね。まあ、だいぶこういう時はもう常に矢倉を押しておくことによって、結構敵陣の方で戦えるっていうことがあるので、まあ、乗らないに越したことはないですね、矢倉やっぱり。はい。で、この辺で結構味方が全員死んじゃったのかな。なんかそんな感じですか。まあ、一人いるけど持っててですね。まあ、なかなかやっぱここのステージはノバブラスターしかり、ローラーしかり強いですよね。普通にチャージャーとかが影響受けない分結構こう強いなっていう印象はありますね。で、僕も結構ここは、ヤグラでね、このステージ引けたらだいぶ頑張りますけど、毎回。さあ、ここで敵奪われましたね。右下に見えるのを見て、とりあえずこのホットブラスターを潰すっていうことが、まあ、ヤグラで一番先決ですね。これうまいですね。直撃取って、そこにいるのがバレてるんで、これ3キル取って、あとはヤグラにいるところ任せるんですけども、まあ、やっぱなかなかローラーなんで、このヤグラ上の戦いっていうのは結構苦しいところがあるんで、やっぱり僕がこの辺から、やっぱヤグラに乗るを怖いをってなってヤグラに乗ってますね。あ、で、ここ1個大事なところですね。結構こう立ち回りとして、結構このヒラメガオカ団地っていうのは、結構壁を塗って登るっていうのが結構立ち回りとして非常に大事になってくるので、結構敵側に攻め入った時に余裕がある時、今はまあこういう風な時は余裕全くないですけど、まあ、余裕がある時に結構敵が登りやすいような壁のところをしっかり塗っておくっていうのは必要ですね。まあ、全部塗らなくてもいいですね。本当に上のちょっとした部分だけグッとこう塗っとくことによって、まあ、真っ直ぐ登らせることを防ぐっていうので、だいぶ時間を稼げるっていうか、ありますね。うまいですね、味方それにしてもね。こんなご利用しが効くっていうのはなかなかないですからね。まあこの辺はもうひたすら僕はかわしてますね。うまくかわしていきつつ、味方が乗ってフィニッシュと。素晴らしい。まあやっぱこういう味方に恵まれるとね、なかなかこの辺も非常に試合展開楽に進められるなという感じでございましたね。はい。ということでまず一勝でございます。いいね。なんか後付け実況って。すごい客観的に見てて、ねえ。なんか面白いなってとこですけど。うん。まあ、あとはなんかちょっとね、もうちょっとうまーくこう、ここはしてました、こうしてましただけじゃなくて。あ、そうなんですよ。見てください。だからこれ実況撮ってたんですよ、夜。夜じゃなくて。早朝か。早朝ですね。まあ、夜とか早朝大差ないんですけど。そうなんですよ。かなり腕前が上がってって、それで。ちょっとこれは撮らざるを得ないなと思って。なんか急にね、実況動画で、エスプラ、あ、どうも、ついこの間まで、エスプラ35ぐらいだったんですけど、裏で練習したらエスプラ60ですとか言ったらさ、怒るじゃん、みんな。54ですとか言ったら怒るじゃないですか。だから多分、なんかこういうの、撮っとかなきゃなと思って、撮っときました。ね。普段あんま裏でやってるときは撮らないんですけどね。そう。だ調子もすごいでしょ。だからこのね、もずく農園とヒラメガオカ団地っていうのが僕、ヤグラの中でワンツーで得意なんで、ちょっとね、ここを選んでいけたらもしかしたらカンストもあるかなって、この時はちょっと思ってましたね。あ、よし、ということでね。じゃあ次、もずく農園ですか。
そうですね、もずく農園、まあ、とりあえず一番最初に武器を見ることは大事ですよね。味方の武器がブラスターが1個ですね。で、向こうが黒ガロン、ゴニガロンのノバブラスターのもう1個が若葉だったかなっていう感じなんで、まあ、塗り性のは向こうの方がダントツ上なのかな。ただ一応こっちは、ブラスターじゃなくて何だしたっけ、ぐるぐるぐるがあるんで、ぐるぐるぐるがあるんで、まあ、それ強いですね。はい。で、まずね、ここブラスターの立ち回りとしては、真ん中上を占領するのってすごい大事だと思います。カス当てでも、まあ、50ぐらいのダメージ、半分ぐらいダメージ入るんで、まあ、そしたら残りがね、味方がポンポンと倒してくれたら、まあ、いい感じに、こう、味方の援護もできつつ、うまくこう、最初占領できつつっていうところがあるんですけど、まあ、今回は取られてしまったというところで、まあ、そうですね、防御的な立ち回り、ここで、ダイオウイカ確認したんで、ちょっとダイオウイカの上を止めたら、まあ、たまたまミスが上がったと。ね。こういう、すごいですね。惜しいですね。惜しいですね。惜しいですね。もうワンキル取ったら完全にこうね、全部キルですね。さあ、味方が3人死んでいるんで、これ大ピンチですね。そうですね。まあ、こうなってくると、だいぶブラスターきついですね。で、相手にノバブラスターがいるんで、ここ抑えられるんですよ。まあ、ここは結構ノバブラスターからすると鉄板。で、だいぶ苦しいところで、敵のスッとこう、間をかわしていきつつ、矢倉の上を止めたかったんだけど、ノバブラスターに結局止められ、カウントが進み、これは終わったなっていう感じになって、結果的に終わら、ないんだよね。そうだよね。終わらないですよね。終わらないんですよね。まあ、どうにか味方が止めてくれた。これはラッキーだと。もうこうなったら押し込まざるを得ないって感じですか。そうね。だからここがね、結構ブラスターの難しいところで、こう、モズク農園って割とこう、おーい、この直撃うまいですね。相手のノバブラスターの人ね。こうね、やっぱ真ん中ら辺をこう塗るか塗らないかっていうのは本当に大事なんで、特にシューター系の人たちですね。スシコラとか、あと若葉とか、そっち系のシューター、あとゴニガロンも、まあ、塗れると思うんですけど、デュアルスイーパーとか、その辺はね、結構塗ってください、真ん中。で、今これ左なんで行ったかっていうと、左から人が来てるなっていうのが分かったんで、左から回っていきました。ちょっと遠回りだったんですけど、まあ、味方が矢倉進めてくれてたんで大丈夫かな。で、これで1日確認して、1日確認して、ここで倒したかった。倒したかった。倒せれば、だいぶこれは、まあ、アドバンテージ取れたんですけどね。苦しかったですね。あんだけ、味方が、敵が近くにいたら取らなきゃいけないですね。はい。まあ、ここはしっかり矢倉を止めましょうと。まあ、この辺は適当に撃ってるだけでもね、倒せちゃうのが、ま、ノバの強いですね。はい。で、左に一人確認して、左のノバの方がきついんで、ノバを倒しに行こうとして、ノバがいなくなったタイミングで、右にいるやつも確認しに行くんだけど、右もいないと。で、左側が若干跳ねてるの分かってるんで、そこで倒したら味方にキルを取られると。で、さらに左側いるのと右側行くの、どっちが行くかなって、左側死んだんで、右、左倒すと。で、もう一匹右にいるのを思い出したんで、右に行ったら、相打ちになったと。いうことですね。だから結構その、敵のインクのこう、波打ちっていうんですか、こう、ふっとこう、移動するときに、バシバシャーってなるじゃないですか。あれをね、結構うまく見るっていうのはやっぱ大事ですよね。さあ、そしてだいぶ押され気味な展開ですね。結構だいぶ苦しいところですけど、ここバレてるんで、速攻動きましたね。はい。これね、難しいんですよね、この辺。闇の上で立ち回ってくるって非常に難しいんで、ちょっとこっちが左側まで来ちゃったんで、もうここは裏取ろうかなと。で、奥に一人見えたじゃないですか。上がってくるの見えたんで、それを見て、そいつがしっかり降りたことを確認してから裏、一瞬で飛びました。はい。で、ここのタイミングで、矢倉がもし動いてたら、ちゃんと矢倉戻ってくださいね。敵に奪われてたら。矢倉動いてなかったんで、こういう立ち回りをとかしてます。はい。で、しっかりとりあえず一つ倒して、で、二人目がその辺にいるだろうなって言ったら、もう一人いて、やべえ。ね。ダイオウイカに殺されるかなって思ったら、その手前の5人ガロンに殺されたと。さあ、これで、味方ここ2-2で、矢倉取られちゃうんですけど、もうここはもう残り時間1分20秒なんで、打開して、一発狙いに行くしかないんで、ここ右から攻めてます。で、とりあえず矢倉は動いてないんで、とりあえず、敵の動きを確認しつつ、敵を、このノバを倒す !OK。で、このノバを倒したタイミングで味方が乗ってくれたんで、非常にありがたい。そしたらもうここ攻め時ですね。はい。ここは慎重に相手の動きですね。ここの網から出てくることが一番多いんですけど、右から、来たんで、ここ潰すですね。はい。で、まあ、ノバはね、どこにいるのが一番強いかって、やっぱこの辺でうろちょろしてるのが多分なんだかんだ一番強そうですね。で、この辺とかで弾撃っていくと、敵が出てこれないんで、まあ、うまく敵の距離を撃ちつつってだったら、まあ、全滅しちゃったわけですよね。気づいたらね。まあ、ここで僕は諦めましたね。あ、これ無理だなと。まあ、諦めもたまには大事だなってところで、まあ、そうなると僕は何をするかっていうと、キルを取りに行くんですよね。結果的にちゃんと僕はキル取ってたよアピのためにね、まあ、そういうことをよくするんですけど、うん、やっぱねノバなんで一応ノバはキル取れないノバはヤグラでノバ使う意味なんで、ね、
よ。はい。で、まあ、ラストチャンス、とりあえず味方が乗ってくれて、まあ、ただ向こうには、ね、ダイオウイカもいますし、結構苦しいだろうなっていうタイミングで、ここで、乗れたんだけど、向こうにノバがしっかり待ち構えてて、ジエンドっていうところですね。はい。あれ？うん、そんな感じですね。うん、まあ、まあまあまあ、ちょっと全体的に、だいぶ、一番最初のこう、ご両親に結構うまくやられちゃったかなっていう感じですかね。まあそうですね。ちょっと動きにくさっていうのもやっぱりあったんで、結局のところこう、塗りができるかできないかっていうところも一つ重要だったかなってところと、まああと今の試合で反省するとするのであれば、まあもうちょっとしっかりこう、キルをね、敵に見つからない方向性で取りに行けたらよかったんじゃないかなっていう見てるんですかね。客観的に見ててね。ちょっと残念でしたね。もうちょっとうまく立ち回れたんじゃないかなってところはありましたね。モズク農園なんてね。はい。で、こんな感じで大丈夫ですか？こんな感じで大丈夫なのかな？なんかあんま後付け実況って難しいよな。そう考えるとね。やっぱ僕リアルタイムでずっと喋りながらゲーム実況とかやってるんで、なんかね、お前何様だよみたいな感じだよね、正直。何お前別にプレイしてねえのに上から目線で物言ってんのみたいなことすごいね、今自分で喋りながら思ってたんですけど。まあね、でも、だいぶでもこの辺でこう維持できてますからね、この時間帯は。よく立ち回れた方かなって思います。エスプラの50ぐらいまで上がったのってこの時が初めてなんで、まあ、すごい嬉しかったですけど。はい、3戦目。ヒラメガ丘団地ですね。さあ、ヒラメガ丘団地は割とノバ有利ステージな気がするけども、味方がスシコラ2つとシャープマーカーで、向こうがノバと、ダイナモと、バレルと、スシコラだったかな。なんで、まあバランス的にはこっちの方がいいですね。塗り速度もものすごい速いですし、まあ向こうノバブラスター1ついますけども、まあスピナーはそんなに、バレルスピナーそんな強くないので、ここは。だいぶしっかり綺麗かなという感じで。まずね、そう、最近僕結構こういう立ち回りするようになったんですよ。これ敵陣の方で敵がどういう動きをしてるか、であとはどういうところに行ってくるかっていうところを、うまく見定めつつ、敵を倒して矢倉乗せようと思ったんですけど、落ちました。これはミスですね。はい。で、まあ、とりあえず後ろから取って、乗った瞬間に確認して4対3。あ、これいけるかなって思った瞬間に上からやられるという。難しいですよね。だから、ここの初手のね、矢倉の動かし方って結構、僕もまだ解決できてなくて、まあ、4-2 ぐらいになったら乗っていいかなと思ってるんですけど、まあ、なかなかどこかに敵がいるかわかんないし、結局やっぱ上からね、撃たれちゃったらそれまでってことがあるんで、ちょっとまだ悩んでる最中ではありますね。はい。まあ、とりあえず矢倉の上の、ローラーを一つ倒したいんですけども、まあ、カスタで2回やっちゃったんで、これはコンビですね。はい。で、味方がしっかりこの辺をね、維持してくれててありがたい。なんかたまにあれあるよね、動くやつね、矢倉がね。うん。矢倉の上に敵のリスポーンがね、ふっと戻るやつありますけど。まあ、あとここですね。ここかなり、ノバポジですね。結構こう、チャージャーとかここにいる人多いんですけど、結構あそこはブラスターとかがスッとこうね、こう、居座ると、あそこから先に矢倉進めないんで、結構こう、いいポジションにいるかなって個人的に思ってます。まあ、逆に結構あそこは、読み取られやすいんで、まあ、気をつけないといけないですね。はい。うん。まあ、11交換ですかね。はい。さあ、この辺でちょっとどうにかしようかなっていうのを考えつつ、ちょっと防戦一方なんで、ちょっとうまく立ち回りたいんですけども、とりあえずそこに行く。まあ、守備はここですね。僕はもう完全にここ1点でだいたい守備行ってますね。っていうと、あれですか、僕と当たったら、そこメタればいいみたいなこと思ってるんでしょう。やめてくださいね。はい。まあ、とりあえず、味方が乗ってくれないなと思ったら乗ります。ただ、うまいタイミングでちょうど、来られましたね。まあ、これは仕方ないですね。結構タイミングがバッチリ合っちゃうってことありますから。さあ、どうしたらいいんだろうな。こういう時、ただ味方がここで、僕以外死んでいるっていうのは確認できたはずなんで、またここは矢倉を僕が止めに行かなきゃいけないと。で、ここ落ちちゃうんですね。ミスっちゃうんですね。本当は上から行きたかったんですけど、行けなかったんで、ちょっとこの辺で、奥に、これでノバがいるのを確認したら、上になんかもいると、めんどくさいなーってところでふっと登っていったら、さらに上だったんで、こう一回引いて、バレルスピナー倒してくれたんで、もうこのまま乗ります。はい。もうガンガン乗ります。はい。さあ、ヤグラに乗ってからは、もうひたすら守備ですね。とりあえず余計なローラーはほっといきつつ、このボムラッシュを味方が撃ってくれたんで、あとはもうひたすら僕が、隠れながら乗ってるっていう感じですね。で、結構ね、ここのヤグラ高いので、これ左側からクイックボムを押されちゃったんで、これはしゃあない。うん。結構ここ高いんで、割とノバブラスターで、ヤグラの上からジャンプしつつ、斜め下に向かって攻撃すると、結構パンパーンって敵を倒せちゃったりするので、これ結構おすすめですね。結構高い、矢倉が高いステージ、あとは、どこでしたっけ
パーキングとか、タチウオパーキングとか、まあ、そこら辺ぐらいの矢倉の高さがあるところは結構そういうのおすすめです。はい。で、とりあえず、ここで敵が2人向こう側見てるのが分かったんで、あとリスポーンがそっちにあるんで、乗ったら、見られてましたと。見られてました。リスポーンじゃないわ。敵の、あれですね。復帰地点というか、ジャンプ地点があったんで。はい。で、また矢倉を押し進められたんで、また守備ポジに着くと。で、このタイミングですね。ちょうど味方が、敵が、下を向いた地点。ここ、矢倉乗ってる側から見てると分かると思うんですけど、上見れるのって、矢倉が下がるまでなんですよ。あ、で、ここはいつも通りさっき言ったようにね、適当に余裕がある時に緑、敵の色を塗ってくる。で、ここですね。ここ、僕今、こう下見てるでしょ。ね。この下のタイミングで、だいたい下見ちゃうんで、そのタイミングで、上から襲いかかると結構取れる。うん、はい。でもあとはここはひたすら見てるんですね。動かない。僕は動かない派ですね。はい。まあ、これで結構味方がだいぶ乗っかってくれたんで、いいですね。素晴らしい。ね、1カウント味方乗っかって進みました。さあ、ここまで来たらとりあえず守備でいいかな、どうしようかなっていうのを悩みながら、とりあえず、まあ行くか。まあとりあえずね、真ん中ら辺で止められるのが一番いいですからね。じゃあちょっと様子見で、様子見をしようと思いつつ、トルネが戻ってきたんで、そこでもう一回奪うっていうね。もう見て、敵からすると多分今、攻め時だったんで、まあ行きたがりだったんだと思うんで、そこを裏を書いて、ちょっと矢倉を戻したと。で、これで結構20秒ぐらい、取れたじゃないですか、カウントっていうか、まあ、時間が。で、こういう、こう、時間の使い方も結構大事ですね、矢倉はね。はい。で、もう残り14秒なんで、あと1回止めたらもう勝ちなんで、もうここに、待ってます。ね、したら結構味方が頑張ってくれたんですよね、ここ確かね。で、頑張ってくれて、あ、これはもう終わりかなって思ったタイミングで味方が死んで乗られるっていうね。あ、やべえじゃんつって、じゃあちょっととりあえず前線行って一回止めて、で、もうワンカウントぐらいいけるなと思ったんで、前出たら、はい、一人倒して、二人倒して、で、乗られたったんで三人目倒してもらって、四人目倒して、僕が乗って終わりっていうことですね。はい。今23対60いくつだったんで、あそこ前出て、まあ、もし倒されちゃったとしても、30ぐらいで止められるかなと思っての飛び出しですね。うん、もし、あそこ、降りられてきて、さっきの守備のポジショニングで自分が死んじゃったら、その次自分が向かうタイミングは、おそらくこう、カウントを奪われてるタイミングだったので、行ったっていう、そういう感じでございました。はい。っていう動画でした。はい。もう一本ありますんで、お楽しみに。